はい、ポジティブストレッチの小林です。本日は二の腕のトレーニングの紹介をしていきたいと思います。このようにペットボトルを使ってお家でも簡単にできるトレーニングを紹介していきたいと思います。まずこちらのスカルクラッシャーですが、肩に少し負担がかかるので肩が痛いよっていう方は無理せず行うようにしていってください。はい、次はフレンチプレスですね。片手で行っていく二の腕のトレーニングになります。少し見づらいんですが、トレーニングしている方とは逆の手で支えるようにして行っています。重さに関しては自分がやりやすい重さからやっていきましょう。はい、お次はキックバックです。こちらの動作はできるだけ肘の位置を固定して行いましょう。肘から下だけを動かすという形です。肩は動かさないようにしてこのトレーニングを行っていきます。以上がお家でできる二の腕のトレーニングになります。チャンネル登録お願いいたします。